近サンドリオにあったきらめいたことは横ありだよね。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、黒木ほのかです。はい、塩入あすかです。はい、小山桃代です。はい、小峰亜美です。4人揃ってサンドリオン。あれ、あれ、あ、え、おお、イエーイ、イエーイ、イエーイ。ということで、この番組は声の力で世界にきらめくをコンセプトに活動中の私たちサンドリオンがパーソナリティを務める文化放送では初の冠レギュラーラジオ番組です。イエーイ。これラジオン118回目。いいや、イエーイ、久々に4人集合しておりますけれども、そうそう、久々です。ちょっときらめいたことで、はい、軽く触れましたけれども、はい、我々サンドリオンアニマックスミュージックス2023に出演することが決定しました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もうこれは皆さんの投票のおかげでしかないから。マジでみんなのおかげです。本当にありがとう。私たちはもう本番、そのステージでね、ネクステージの本番でもう全て置いてきましたから、頑張って、はい、そうだよね。で、あとの1週間は本当にみんなに委ねることしかできなかったんですけれども、なんと投票で1位になりまして、横浜アリーナで開催されるアニマックスミュージックスに出演することが決定しました。ありがとうございます。ありがとうございます。横ありだよね。横ありだよね。横ありだよね。なんかさ、サンドリオンってツイッターで検索したらさ、うん、なんか結構ファンの子たちが X でね、検索うるさいんだけど、アミちゃんなんかあの、ファンのドリオンズのみんながなんかサンドリオンに投票お願いしますみたいな感じで、ね、っていうのがいっぱい嬉しかった。嬉しかった。嬉しかったね。今日してくれてね、マジありがとう。本当に家族とかね、友達とかに広めてくれて本当にありがとう。ありがとう。11月18日土曜日、皆様、はい、横浜アリーナでお待ちしております。お待ちしております。お願いします。ということで、早速始めていきましょう。サンドリオンザレディオスタート。改めまして、サンドリオンオレンジ担当黒木ほのかです。紫担当塩入あすかです。緑担当小山桃代です。赤担当小峰亜美。見えないな。よいしょ。はい、じゃあまずは番組からお知らせです。はい、サンドリオンザレイディオ番組初のイベントが10月8日日曜日に東京九段下にあります科学技術館サイエンスホールで昼夜の2部構成で行われます。昼の部は午後2時半開演、夜の部は午後6時開演を予定しています。こちらの観覧チケットが現在チケット販売サイト在庫にて先着販売中でございます。両公演とも1席税込み4,500円、1公演あたりお一人様2枚までご購入可能です。こちら先着での販売で予定数に達し次第販売終了となりますので、ご希望の方はどうぞお早めにお申し込みくださいませ。そして新情報です。お、なんとこのイベントのオンライン生配信の実施が決定いたしました。の番組終了後より同じく在庫にて配信観覧チケットの発売が開始いたします。うん、配信観覧チケットの価格は昼公演夜公演両方とも税込み2,750円。うん、こちらではイベント生配信終了後1週間のアーカイブ配信も実施いたしますので、会場でリアルに参加された方はもちろん、当日会場に来られない方、リアルタイムで視聴できないよという方でもアーカイブでお時間の許す限り何度でもお楽しみいただけます。お願いします。はい、はい、今回のイベントではですね、サンドリオンザレイディオらしいトークパートやバラエティ企画が盛りだくさんのほか、サンドリオンによる歌唱ライブパートもあります。
ラウさん。こちらはですね10月18日リリースの最新曲天体図のほかカップリング楽曲指切りの歌の歌唱初披露も予定してます、うん、イエーイ。ぜひサンドリオンザレイディオ初のイベントは会場観覧はもちろん配信でもお楽しみください。はい、まあ、現地の方が嬉しいです。いやーもう嬉しいです。正直ね、そうなぜかっていうとまだチケットがあるからです。ある、だって会えるのに来ないっていう選択肢あるんですか。そうだよ。てかうちら横ありアーティストだよ。大丈夫、早立ってないけど切り替え早っ。横ありアーティストなんで、うん、未来のね、未来の横ありアーティスト。そうだよ、だから来た方がいい、うん、あんなに不安そうだったのに。横ありに立つ前にあの人たちの横ありに立つ前に見てたんだよね。そうそうそう、あ一応ね、そうそう1ヶ月前だけど言えるよ ね、 胸張って言えるよね。グッズなんかも持って行っちゃったらね。そうだよそうだよ、確かにそうだよ、うん、マウント取れるよ、うん、番組のね、うん、グッズとか作ってたらあコアファンだなってやっぱ思うよね。めちゃから、いやわかんないけど、もし私たちが横割り立ってさ、うん、こうやってなんかやって何見つける見つけるかもね。アドルラシアの T シャツだみたいななるかもしれない、ね、慣れたらすごい嬉しいですからね、はい、ぜひぜひサイエンスホールに遊びに来てほしいなと思います、はい、お願いします。そしてさらに今日はここで、当日会場で販売するそのイベントグッズをご紹介させていただきます。まずは番組オリジナル T シャツ、イエーイ、こちらです。かわいいですね。カラーはブラックで、表面の左のところにメンバーカラーのバーをあしらったポケット風のデザイン、ポケット風でございます、はい。で裏はねイベント T シャツらしくイベントの開催日時だったりメンバーネームを入れました。あの番組のロゴも入ってて、うん、おしゃれかなと思います。価格はですね通常税込み3300円のところ会場限定特別価格でなんと税込み3000円。わー、見てみたい。ちょっと安くなるよ。サイズはですね M、L、XL の3サイズ展開でございます。わこれが M なの。えでかくない？ちょっと大きくない？あいいね、これ M？ そう M って書いてる。本当？M。え、ちょっと M？ これで M だよ。あちょっとアミちゃん分かりにくい。もやちゃんにバトンタッチです。分かんないかも。失礼しました。そうこれで M なの。大きめなんだよね。大きめの作りですね。ですね、大きい大きい。まちゃんが155センチ、うん、うんうんうん、はい。あんたグッズだよ。M でこれか。そんな、まあ、メンズはだからちょうどいい、うんうん、いいかもしれないですね、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。だよ、ね、はい、続いて番組オリジナルスマホポーチです。こちらいい、ね、こちらはですね首や肩にかけられるストラップ付きでカラーはグレーですね。ちょっと安いかな、なんだネイビーっぽいグレー。あいいね、なんかおしゃれなんだよな。何でも入るよ。番組ロゴをデザインしておりまして日常使いしやすい一品となっております。ペットボトルはちょっと きついんちゃう。さすがにちょっと、まあまあ、だから、うん、アミちゃんだとあれで一泊の旅行行けるんですけど。マジ行けるよね。見てここさ、このちゃんとパコンってなるタイプ、あメガネケースみたい。メガネケースだから、まあ、私はこれで普通にマジ一泊二日行ける。行けます。アミは行けます。まあ行けるね。アミとバトルしたい人はこれで2泊とかしてみてください。ててさい。バックパックしてください。そんなポーチの価格はですね、はい、通常税込み2200円のところ会場限定特別価格で税込み2000円です。手に取った方がいいよ。はい、だってどっちも買うってなったらさ、うん、会場で買ったら500円もお得なんですよ。確かにすごい。その500円で何ができる？一泊できるよね。できるよ。一泊できる。どこへでも行けます。うん、でもすごいあのしっかりした生地だからあの雨にも強い。雨にも強そう。うん。そうすごい。でもなんか中のりがいい。そうそう。そうね、中のものもね。人のペンだと。どういうこと？中のものもねって今なんだったんだ。何だったの？しっかりこう落ちないでいける。いいね。落ちたんだけど。落ちたんですけど。今の故意的に落としたけど。本当めちゃくちゃでございますけど。さっきの T シャツと合わせて、うんうん、この2アイテムを会場にて先行販売いたします。はい。じゃあまあ後日あの A&G ショップの方でも販売する予定なんですけど、うんうん、まあ会場で買った方が安い。うん、500円もお得なんで送料もかかんないしね。そうだね、うん、いいかなと思いますよ。はい、こちらのグッズは当日チケットをお持ちの方限定での販売、うん、で
会場中とイベント終演後の時間で販売いたします。また当日現金のみの対応となりますのでご了承ください。詳しくは番組 X 並びに A&G のホームページをご確認ください、はい、ということで、まあ、グッズ買っていただいて、うん、来ていただいて、うん、まあ、私たちもきっとこれねいただいて買っちゃって、うんうん、お揃いになると思いますのでアレンジしたいな。いや、ちゃ、やばい、台本にやばい文字見つけた。ほんとやばい文字見てて、え、みんなこれ、やばい、みんなこれどうするって今めっちゃ見てた。やばい、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 これ私たちだけに言ってることじゃなくて喋っていいことですよね。だってこれ言わないとだから来てくんなくて、やばい、ほんとにこれシビアだよ。行くよ、うんうん、ぜひ会場に来てグッズも買ってください。じゃないと番組終わっちゃうよ。昨今の文化放送の番組の終わり方見たらやばいってわかるでしょ。やばい、みんなお願い来てください。やばいって、こんなに明けっぴろげでいいんですか。まあもうわかる人はわかってんのか、うん、こんなにこんなにここまで言ってるから来てほしい。本当だよ、もう追い詰められてるね。追い詰められてるよ、ね、困ってる人って助けたくなるよね。いや本当に困ってます。困ってる人を助けたら、うん、ね、自分にも返ってくるからいいことが言いますから、うん、そうだよね、いいことはした方がいい、いいことはした方がいい。そうだね、ガチお情けの気持ちで。お情けとか言わないで。でもどんどん惨めになってきたよ。でも絶対に楽しませる自信はありますので、もちろん爆睡はしないで、爆睡本当にしないでください。本当ふざけないで、ふざけないで。本当にちょっとなん、どうなったかちょっと言いな。あと Twitter、 X、 あ、 X、 危ない、あ、怖っ。X でね、このイベントの宣伝をしようと思って、うん、まあ、ポストを書いてたんですけど、まあ、セーブセーブ、そうそう、普通ポストをね書いてたんですけど、うん、まあ、こうこうこう、もうちょっとで楽しみだね、うん、で、まあ、ライブパートもあるからサイリウム持ってきてね、あとは爆笑必須なので涙も出ちゃうからハンカチ持ってきてねって書いたつもりだった、うん、文章にね、文章に、そうそうそう、うん、そしたら爆睡必須なのでハンカチを持ってきてねちょっとよだれ出るからみたいななっちゃうからね。寝ちゃって寝ながらよだれ出ちゃうから、いや寝る暇もないぐらい笑わせてみせよ。爆笑必須って言葉あるんですか。爆笑必死じゃないんですか。何ですか。ほら今日は大人がたくさん来てるんですけど、みんなうなずいてますよ。必死、必死です。後で一緒に意味調べてみようね。必死ね。オッケーオッケー。てかこんだけ大人が来てるのにこんなさ文章言いたくなかったよね。番組終わっちゃうね。そうだよ本当に。確かに今日いっぱい大人がいるのに。いやでも今日言わないとやっぱもうね。そうだよね、うん、みんな本当に来てください。そうだね、焦りの気持ちをみんなに持たせておくことも大事。前回のこの放送を見てうちの母からお母さんもチケット買って行ったろかって LINE が来ちゃいました。大阪から来ちゃうよ。お願い、みんなお願いします。埋めてお母さん来ちゃうから本当によろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、ここからはリスナーの皆さんから届いたメールを紹介していきましょう。はい、読ませていただきましょう。よいしょ。カメトンタンさんです。ありがとう。サンドリオンの皆さんこんばんは。こんばんは。少し早いですが塩入さんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。この番組でお誕生日をお祝いするのも3回目ですね。皆さんのお誕生日会が続く時期が来ると今年ももうすぐ終わりなんだなと思います。お誕生日を迎える塩入さんの1年の抱負を聞いてみたいな。聞きたい。教えて。聞きたいよ。どういう1年にしたいですか。どういう1年、うん、笑顔絶えない素敵な女の子になります。お、笑わせてみせる。ありがとう。俺に任せろ。任せろ。笑っててほしい。そうね、笑顔大切です。大切よ。そうね、笑ってこうぜ、うんうん、なんかあんまり、うん、なんだろう、落ち込むことがあっても、うん、強い女になりたいです。テンション爆上げ。爆上げです。へけあと声出して笑えるようになりたい。ほんとみんなで爆笑しててもね、一人で消えるもん。そうそう、でも、ね、分かるよ、こう笑えば笑うほど声出なくなる時あるよ ね、 そうね、爆笑なんだよね。そんなアスカちゃんにこれは読んでもらおうかな、うんうんうん、はい、かまいたちちゃんからです。ありがとう。サンドリオンの皆さんこんばんは。こんばんは。先日の長野アニエラフェスタお疲れ様でした。ありがとうございます。天候の関係で中止になってしまったのは残念でしたが、会場の雰囲気も素敵で、ここでサンドリオンの曲を聴けたらすごく楽しくて盛り上がるだろうなと思えたフェスだったので、またきっとリベンジの機会があると信じて楽しみにしています。はい、ありがとう。ところで当日の X のポストで皆さんもステージやキッチンカーを楽しんでいたようですが、はいはい、何か思い出に残るようなこと
ことがありましたら教えていただけると幸いです。またインスタライブでも少し話していましたが、長野で食べた美味しかったもののお話も聞かせてください。おー、はい、あー、たくさん食べましたね。食べました。食べた。食べてしかなかったです。本当にあの前日の夜にあの連れて行っていただいた長野料理がまあいっぱい置いてある居酒屋で、刺身も美味しかったし、野沢菜なんか漬物も美味しかったです、うん、山賊焼きも美味しかった、美味しかった。野沢菜が本当に美味しくて買って帰ったんだけど、うん、買って帰った。なんか夜に食べたら今日朝顔がパンパンお漬物だからね、塩分がむくんじゃうよね。しかも涼しかったですね、やっぱりね、うん、涼しかった、ね、でも朝とか昼めちゃくちゃ暑かった。確かに天気も良かったんだ、ね、私たちの出演予定時間が6時20分とか夕方だったね、18時20分とかだったんですけど、うん、朝のリハーサルだったんで、うんうん、あの出番夜なのに、うん、あのリハーサル9時からだったんで8時半入りだったんですよ、うん、そう朝いた。でリハして6時間ぐらいあの間空いたんですよね、まずメイクまで、はい、そうね、この空き時間をどう堪能するかっていうのが私たちの試練だったわけ、うん、はい、そう、うん、食べたよね食べたよねキッチンカー行っちゃったよね行っちゃったよね。でみんなさ食べた後って眠くなるよね、寝たよね、畳の部屋でね、畳があったんだよね。たくさんたちの荷物置き場みたいなとこで、うん、クーラーがない部屋だったんだよ ね暑かったよね。まあでも寝ちゃって顔真っ赤だったよね。しかもなんか畳の部屋で、まあ、あのマネージャーさんがちょっと端っこの方で寝てねみたいな、他のスタッフさんの荷物もあるから、うん、あ、分かりましたって言って、うん、私と方のはまあこう単体で寝てたんだけど、うん、なんか2人くっついて寝てたんだよね、畳の部屋でクーラーないのにね。気づいたらアスカがここにいたんだよね、うん、この腕にいたんだよね、うん、びっくりした、びっくりしたよね、うん、で2人して顔真っ赤になってたから熱いんじゃん、お互い熱をもう発しすぎてたんだよね。やばいやばいってなってた、うんうん、赤いよ大丈夫って言われて、ね、くっついて寝てたからかな絶対そうだよ楽しかったね、本当キッチンカーも美味しかったし、また絶対来年、うん、本当ご飯食べに行ったので、うん、はい、了解しちゃいました。本当すいません、ちょっとそんな感じになっちゃったよね、悔しいけど、悔しい、悔しかった、ね、マネージャーさん来てなかったのにね、雨女の雨関係ないみたい、関係ないんだ、多分サンドリオン自体がちょっとね雨雲呼んでそうだ、ね、るかもしれないですね。晴れ男晴れ女っていう方はぜひあのこれからもサンドリオンを応援してほしいなと、よろしくお願いします。サイエンスホールにも足を運んでいただいて、はい、リベンジしたいです。はい、たくさんのお便りありがとうございました。引き続きサンドリオンメンバーへの質問や相談事など何でも OK なので送ってください。ではここで一曲おかけしましょう。サンドリオンで、せーの、天体ジュー。Wishing for a place over the sky. くれるもの、見えるもの、聞こえる音も不確かで、幻想で、曖昧で、現実で、一人きりの銀河で溶けてまず迎えると行う特別企画なんですが、今回は4人揃っているということで、いつもとはちょっと趣向を変えて今から4人で挑戦する1分
間で赤い食べ物8個言えといったお題が出題されますので、それに答えていきます、まあ、一人一人順番に答えるって感じですかね、見事クリアできたら今日のお誕生日様であるアスカちゃんに金券がプレゼントされます Here. そしてさらに今回はアスカの金券だけではありません。待ってクリア数に応じて番組イベント当日のお弁当が豪華になっていくそうです。そうだろ。ありがとうございます。待ってまして見てなかったこの一文だから伊勢海老って言ってたのずっと。しっかりして見方取ってきた、まあ、まあね、お弁当があるのはもう決まってて、まあ、それだけで嬉しいんですけれども、まあ、クリア数がゼロとかだったらもうすっごいちっちゃいおにぎりだけとか、ね、だってそうなったらじゃあさ、そしたらアスカさ金券ももらえないしさ、お弁当もちょっとした一番かわいそうじゃない、誕生日だってのに。ってことはこれヤバい企画だよ。ヤバ企画だよ、頑張ろう、頑張ろう、めっきちゃん。じゃあもう早速やっていきますよ、はい、よーいスタート。金券だよね。まず最初のお題はででん、8個。 いけるでしょ。バカにしちゃってね。ね、うし、とら、う、たつ、み、うま、羊。ね、なんですよね。さすがにね、バカだと思ってもらっちゃ困りました。あ、まず1枚ゲット。イエー、アスカおめでとう。何する、その、それで。え、毎回早くないですか。それ1枚で何する、2枚で何する、これ合計の後に聞くやつじゃないそうそう、オッケー、次いくよ。野球のポジションの名前8個。え、8個もあるの？8個もある？3つじゃないの？雲行きが怪しくなってきました。いくよ。センター、ライト、ファースト、セカンド、あみちゃん、サード、え、バッター、やばすぎ、え、キャッチャー、あ、上、すごい、レフト、もうすげえ、ピッチャー、え、すごい、すごい、ありがとう、クイズノック。ファースト、セカンド、サードしかないと思った。あ、それむず、むず、1枚ずつ一応もらうから、うん、ありがとうございます。何する考え中。はい、やるよ。はい、え、卵を使った料理8個。いけるいける、いけるいけます、いけます。ゆで卵、エッグベネディクト、すごい、温泉卵、オムライス、うん、卵焼き、あ、言われた、だしよ、だし巻き卵、卵、そもそもの問題、卵、パカパカジュー、パカジュー、ビビンバ、ビビンバお役だ、いや、ビビンバ卵必須ですからね。絶対入ってる、はい、絶対入ってますから。卵クッパでもか、はい、か、あーね、ほな卵スープで、はい、3枚目、3枚目、だんだん、お弁当がどんどん豪華になってますよ、今。だんだん、ね、マクドナルドのバーガー8個。ホンマすまん、エビフィレオ、あー最悪、テリヤキバーガー、ベーコンレタスバーガー、ハンバーガー、チーズバーガー、ブラコロ、ブラコロ、月見、ハワイアンバーガー、ハワイ、ハワイアン、ガーリックシュリンプバーガー、あった、私たち、私の好きなエビばっかり、うちもエビ好きやね、え、デデンは、デデン、はい、出た、はい、4枚目、やっぱお弁当どうなっちゃうの、5番弁当とかになっちゃう、てかスタッフさんのさ、そのバーガーの名前の正誤判定早すぎてさ、みんなマック好きなんだね、美味しいよね。続いていきましょう、塩入りアスカのすごいところ8個、はいはいはい、すごいすごいところね、自分で言うのちょっと、やばいやばいやばい、ありすぎてでしょ、ありすぎて、いや、どれ行こっかな、ね、予習復習ちゃんとするところ、あ、自分で言う、すごいところ、あ、お部屋が綺麗、あ、もう天も地もひっくり返るくらい穏やかなところと、すごくゆっくり時が流れているすごい、確かにすごい、あと、お目目が大きくて可愛い、ありがとう、ウルトラエンジェルキューティクルなボイス、うんうんうん、なんだろう、自分、鼻が褒められたもんね鼻が褒められます
私に、私に美への探求心がねすごいところと、あとヘアアレンジとかしっかり頑張ってるところ。5枚目、やばいよ、やばい、さっさ全部いけるよ、最高の数じゃない、今までですごい、どんどんいくよ、おでんの具8個、大根、余裕余裕、これあの関西風出してもいいってこと、大根、大根、もちきん、あの、こんにゃく、牛すじ、ガモ、白滝、ガングロ卵ちゃん、それはおでん、おでんこのキャラクターです、それはおでんくんのキャラクターの名前です。え、わかんない、卵でいいんじゃない、卵出てないか、あ、卵ソーセージ、うん、6枚すごい、まだまだ行こうぜ、まだまだ、なんでよ、あと1枚だった、あと1枚、ちなみに開くだけ、開くだけ、開くだけやろ、え、塩入れアスカの素敵なところ、じゃあちょっと再放送になるんでいっか、これは。はい、ということでどれだけ獲得できたんでしょうか、アスカちゃん数えてみて、すごいよ、1、2、3、4、5、6、マジで史上最多の数をいただいたかもしれない、うん、ありがとうございます、4人いればね、全問、うん、すごい、やったぜ、お弁当やばくない、やったよ、それが最後のさ、晩酌酒も飲んでる、酒もついてきてるよ、お酒ついてくる、やっちゃったらやだよ、酒飲めちゃう、はい、ということで以上、特別企画誕生日だよサンドリオンのコーナーでした。サンドリオンザレイディオ、お送りしてきましたサンドリオンザレディオ、そろそろエンディングのお時間です。はい、番組ではリスナーの皆さんから私たちサンドリオンへのメッセージ、各コーナー宛てのメッセージなどお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送超 A&G プラスサンドリオンザレディオまで、メールの場合はすべて小文字で son@joqr.net、 son@joqr.net です。また番組ツイッターで私たちの写真もアップされます、ぜひフォローしてください。そして番組のアーカイブが各週金曜17時に YouTube の文化放送 A&G チャンネルにアップされますので、もう一度アーカイブでも楽しんでください。そしてサンドリオンからのお知らせです。まずはメジャーファーストシングルエンジェルラダーが発売中、さらにセカンドシングルテンタイズは10月18日にリリースされます。はい、深夜の方、続いてサンドリオンファーストライブツアーボンボヤージュ情報、日程は11月11日土曜日名古屋ボトムライン、11月12日日曜日大阪ファンジェートワイス、12月24日日曜日東京山のホールです。詳細は追って発表するのでお楽しみに。その他サンドリオンに関するすべての情報はサンドリオン公式ツイッターをご確認ください。そしてこの番組は隔週放送なので、次回の放送日は10月4日となります。ということで本日の放送いかがでしたでしょうか。謎のねテンションの低さないよ深夜ラジオ、うん、セクシーにやりたいなって思ったんですけどちょっと方向性間違えましたね。はい、ということで賑やかにお送りしましたけれども、はい、次回のパーソナリティは塩入明日香さん、小南美さんのお二人でございます。はい、そうでございます。よろしくお願いいたします。明日香ちゃんずっと持っといてくれてありがとう。ほら、何ですか、何ですかそれ。番組からいただいたケーキです。すごい、本当にもうケーキの域を超えてるぜ。本当のケーキの域を超えて、すごいなんかバラみたいな感じで、3色の紫、グラデーション、可愛いです。すごい毎回ね、可愛いケーキ用意してくださって、うん、ありがとうございます。まぶしたいと思います。皆さんもお祝いしてくださってありがとうございました。ありがとうございました。それでは今回このあたりでお別れです。お相手はサンドリオンでした。バイバイ。